ファーストナショナルバンクスタジアムは南アフリカ共和国ハウテン州ヨハネスブルグにある球技場。会場当初から南アフリカの金融機関であるファーストナショナルバンクが命名権を保有している。2010年に開催された FIFA フフワールドカップでは決勝戦の会場になったが FIFA フフの規定により照明設備付け屋根を設置した。また大会中は フィファスポンサー及び大会サプライヤー以外の企業名は排除される。命名権を保有する FNB も大会スポンサーであるが、スポンサー権利範囲が南アフリカ国内に限定されている種別での契約であるため、大会中は名称を一時的にサッカーシティスタジアムに変更される。1989年に建設。1996年と2013年の アフリカネーションズカップ決勝が開催された。2010年8月21日には、ラグビートライネーションズのスプリングボックス対オールブラックスの試合が開催された。2011年2月13日に開催された U2 の360度ツアーでは94,232名を動員した。2013年12月10日には、ネルソン・マンデラの公式追悼式が開催された。 サッカーシティーアーキテクトポピュラスハット http コロンスラッシュスラッシュ www.scram.com スラッシュ trinations2010 スラッシュラグビースラッシュストーリースラッシュ121658ド html ハットホットツアーズ理由2アンドレリューリンキンパークビルボードフェブラリー172011マンデラ元大統領賞賛の公式追悼支給の中 石仏の歌と踊り、スポーツ日本2013年12月11日、閲覧。ありがとうございます。